ビクトルクラベールことビクトルクラベール・はローカスは、スペインのプロバスケットボール選手。BC ひむき所属。バレンシア州バレンシア県バレンシア出身。ポジションは、スモールフォワード。207センチメートル、107キログラム。2001から2002年まで、地元バレンシアのバスケットボールチームでプレー2002年にマディスタスのジュニアチームに昇格。2003年に、 バレンシア BC のユースチームに入団。カデッテ A のカテゴリーでプレー。2004年にはジュニアチームに昇格してプレー。2005年にトップチームの B チームに昇格し、プロデビュー。スペイン2部でプレー。2006年、ドイツで開催された国際ジュニアトーナメントに出場。その秋に開幕した2006から07シーズンから一部リーガー、アッコブで戦う A チームに昇格。 2007年 U-19、バスケットボール世界選手権では全試合出場で、平均17、6点、8.6リバウンド、2.4アシスト。VS プエルトリコ戦で31.13リバウンド。VS アルゼンチン戦では23.9リバウンド。VS トルコ戦で20.11リバウンドと活躍。2006から07シーズンのリーガアッコブ、プレイオフ。 VS レアルマドリード戦では27分の出場でチーム杯の18点を記録。2007年と2008年のスーペルコパのスラムダンクコンテストに2年連続で出場。2008年、スペイン A 代表候補に選ばれ、北京オリンピック直前にスペインで行われた総合試合の初戦、VS ポルトガル戦でスペイン A 代表デビュー。その後も試合に出場し、 北京オリンピックスペイン代表の最終選考まで残った。2009年の NBA ドラフトでポートランドトレイルブレイザーズから指名を受けた。2012年7月12日、ポートランドトレイルブレイザーズと3年契約を締結した。ありがとうございます。